Kona.来たか。待ってたぜ。さっさとあのデカブツを片付けるぞ。お宅のお仲間にゾロゾロ来られるとよっこいだからな。ああ、そういやスエドから聞いてるぜ。お宅がエグザモンを弱らせたんだろ。やるじゃねえか電脳探偵。うん。ああ、こいつか。 こいつが気になるのか？結構便利なんだぜ、こいつ。何だって食えるしさ。イーターだって、デジモンだって。ひょっとしたら、人間だって。俺さ、とにかく、食って食って食いまくりたいんだ。腹が減って、腹が減って。 仕方ねえからさ。食えば食っただけ力が手に入る。でもって心は何も感じなくなっていく。不思議なことにこれが意外と悪くないんだ。意外とさ。引くか？引いてんのか？まあ そりゃそうだよな。強くなってどうするって。まあそんな大それたことをやろうってんじゃねえよ。俺ずっとやり残してたことがあったんだ。 それやっと思い出したんだ。だからそいつに蹴りをつける。そのために力が必要なんだ。もっともっともっと。だって俺思い出しちまったからさ、もう逃げらんねえ。逃げ道はどこにもねえんだよ。だから前に進むぜ。何があっても俺はもう 逃げたりしねえ。ってんなこといいじゃねえか。どうでも。そうさ、いいんだよ。もう今やるべきなのはこのデカブツの始末だ。さあ追っ始めようぜ。 どんどんつなげて。よっ！
さすがにでかすぎだわ。いくらなんでも食い切れねえや。なんだ、言いたいことでもあんのか。ま、言わなくても大体わかるけどな。つーか、自分でも分かってるんだ。あいつに利用されてるかもしれねえって。ぶっちゃけ いろいろ考えるのに疲れちまったんだわ。めんどくせえことは利口のやつが考えればいい。結局俺はまだまだガキなのさ。8年前から何一つ成長してねえ。変わってねえ。ガキのまんまなんだよ。だったらガキはガキなりにさ、利口な大人の言いなりになって賢く生きてやる。 そうすりゃ欲しいもんが手に入るんだ。ギブアンドテイクってやつさ。ま、そういうこった。がっかりしただろう。今までこんなのとつるんでたんだからよ。けど見ててくれ、俺は変わる。俺はもう俺をやめるわ。
ご苦労だった。しかし弱体化したとはいえ、あの狂える竜を撃破してしまうとは。やはり私が見込んだだけのことはあるな。さすが私だ。さて、活動を停止したエグザモンだが、現在はマグナモンたちが監視している。再び動き出す心配はないだろうとのことだが、万一のためだそうだ。これは君とデジモンたちの絆が成し遂げたこと。ロイヤルナイツの戦闘能力はおろか、信念や妄執をもしのぎ、くじくところまで成長した。誇らしく思いたまえ。ん？どうした？真田新が気になるか。なるほど、君ならば喚起されて叱るべき心理作用だ。彼もまたロイヤルナイツに被験するほどの戦闘能力を得た。情動ではありえないほど急速にな。その力はいずれ、いや、すでに我々の新たな脅威と言えるかもしれない。が、彼のことは君に一任する。君らしく半身の体当たりで解決したまえ。きっとそれが最善の道に違いないかと。コニックス様、実はリエさんの、いえ、ロードナイトモンの居場所が分かりました。神城のエンジニアたちに協力してもらって、東京全域のデジタルウェーブ状態を解析した結果、秋葉原で起きているデジタルシフト現象にデジタルウェーブを操作した痕跡が検知されました。その痕跡をたどった先にロードナイトモンを示す反応があったんです。だから、その秋葉原に来てください。お願いします。待って。事件もいよいよ佳境に入ったか。敵対するロイヤルナイツはルフトモンおよびロードナイトモンを残すのみ。その一方の居場所が特定できたのは大きな前進だ。至急秋葉原へ向かってくれたまえ。
Thank you.
や。ほらほら、
Thank you.